life はそれだけで世界が誓って見えた。昨日までと違った自分の足音がどこか嬉しくて、あってもなく隣の街まで何も考えずしばらく歩いて、こんなことも最近はしてなかったなってぼんやり思った。舗装された道を選んで歩いていくだけ、そんな日々だけどもうやめたいんだ。今日はそんな気がしてる。夢見てた未来はそれほど離れちゃいない。また一歩次の一歩足音踏み鳴らせ、時には明かりのない寂しい夜が来たって。 Yeah! この足音を聞いてる誰かがきっといる。疲れて歩けないなら立ち止まってしかみついていれば、地球は回っていってきっといい方向へ僕らを運んでくれる。どんな人にだって心折れそうな日はある。もうダメだって思えてきても大丈夫、もっと強くなっていける。今という時代は言うほど悪くはない。また一歩次の一歩靴ひも結び直せ、喜びを分かっちゃう弱さを補い合い、yeah! 大切な誰かと歩いて行けるなら、もう怖がんないで緩まんないで、失敗なんかしたっていい、拒まないで歪めないで巻き合う。
三大ラッシャとは他のカテゴリーの応援に行ったり、電子のサポートをしたりして、他の部員のことで全力になれる人だと思います。